CSG 広報における防潮堤の施工について、宮城北部森林管理所、三塚が発表します。まず、目次ですが、本日の説明については、1から9のとおりとなります。はじめに、宮城県気仙沼市本吉町の大屋海岸に位置する三島国有林は、平成23年3月11日に発生した。 東日本大震災を起因とする大津波により、防潮護岸や海岸防災林が倒壊、流出、損壊しました。今回、当初では将来の津波などから背後の国道や住宅地を保全する目的として、三島海岸防潮堤を施工しました。施工した防潮堤は、ダム建設の技術として開発された CSG 工法を応用し、 材料の一部には本来廃棄物処理をしなければならない震災がれきのコンクリート柄を活用しています。こうした CSG 工法による防潮堤は全国で4例目であり、がれきを用いたものとしては福島県の夏井海岸に次いで2例目です。さらには新谷町としては初となります。本発表ではこの CSG 工法による防潮堤について発表するものです。 こちらは、震災前の航空写真になります。国有林である海岸防災林は、町外防備法案林として、背後地に位置する住宅地や国道、および JR 線を保全してきました。次に、震災後に撮影されたものです。海岸防災林をはじめ、ほとんどが被災しているのがわかります。防潮堤の施工地は約1キロにわたり被災した。 傍聴護岸のうち、赤枠で囲んだ部分になります。これは、大谷地区の住民の方々が行政側に要望した将来の大谷海岸全体のイメージ図です。当初、被災した傍聴護岸の位置で、国有林からはみ出さないよう砂浜にせり出す形で傍聴堤を計画しました。しかし、この全体イメージ図のように地元では地域再生を図るため、 砂浜を確保するよう、防潮堤のセットバックを切望しました。これにより、関係機関と協議した結果、当初計画を大幅に変更し、海水浴場側の約600メートルを宮城県に所管の上、完成イメージにあるように、国道のかさ上げによる防潮堤との兼用堤となりました。その兼用堤に接続する形で 赤枠で囲んだ部分を東方で進めることとなりました。次に、傍聴堤の概要です。こちらは、今回施工した傍聴堤のモデル図になります。総延長392メートル、停滞の高さは9.8メートルです。392メートルのうち、CSG 工法による傍聴堤は、中央部の372メートルです。停滞体積 4万6251立方メートルの内訳は、コンクリート柄1万7761立方メートル、コンクリート再生採石とアスファルト再生採石を混合した混合再生採石2万7701立方メートル、割りぐり石を破砕した大割り材789立方メートルを用いました。なお、残り20メートルについては、通常の盛り土工による 関係射程となっています次に傍聴堤の断面図になります傍聴堤本体は CSG と前面の保護コンクリートで構成されており堤体背面は埋め戻し戸となります CSG 堤本体は1層3 0ンチで31層図のように階段状に上がります CSG 堤の海側には CSG を守るための保護コンクリートを CSG 同様に1段3 0ンチで31段分打設しますこの写真は工事着手前の状況です季節の膨張護岸が被災しているのがわかりますこうしたコンクリート柄は多所間の工事でも同様に発生しており気仙沼市内の各所に集積され保管されていました 本工事ではコンクリート柄をはじめ仮設工で使用した採石等を受け入れ CSG を製造し防潮堤の施工を進めましたそれでは CSG とはどういったものかを説明しますまず CSG とはセメンテッドサンドグラベルの略でセメントに水と岩石質材料を混合した CSG を式きならし転圧することでダムの停滞などを構築する工法です 建設現場周辺で手近に得られる岩石類やコンクリート柄などを母材として破砕しますただしこの時分球や流度の調整は行いません母材とセメント水を都市改良機に投入後混合して CSG を製造しますそして製造した CSG を打設箇所へ運搬しブルドーザーで敷きならし試験施工にて決定した転圧回数分を 振動ローラーラで転圧し、し養生しますこの図は CSG 材の使用計画です CSG の材料は、新材瓦礫であるコンクリート柄のほかに、被災直後に応急対策として設置した大型土のの中詰め材である混合再生採石と大割材も使用しています。CSG 材の使用計画は、試験施工結果より基礎を含む3層目までは、 最大必要強度を満たした混合再生再石の CSG を使用しコンクリート柄の CSG は CSG 強度を満たす4層目以降に用いることとしましたまた停滞状務になるに従い必要 CSG 強度が小さくなることから配合セメント量を1立方メートルあたり100キロ80キロ60キロと減じ経済的な配合とすることができました この図は必要 CSG 強度の計画図です。囲われた範囲に対しての必要強度を示しています。先ほどの配合により必要な CSG 強度が満たされました。続いて実際の施工と施工中における品質管理について説明します。まず、コンクリート柄を自走式破砕機にて破砕し、母材を製造する骨材再生工を行います。この工程で母材の 氷管密度、吸水率、流度、そして表面水量を管理します。次に、母材にセメントと水を添加する CSG 製造工を行います。この工程での品質管理として CSG 材の流度及び単位水量管理、計量管理、そして表紙体強度の変動傾向の監視を行います。今回、強度試験としてコンクリート柄では 最大流径が40ミリから80ミリのものが含まれているため流径40ミリ以上をふるい分け直径10センチ高さ30センチの標準教師体を作成しましたまた採取した材料のふるい分けをしないまま直径30センチ高さ60センチの大型教師体を打設備ごとに製作し相関を確認しました次に製造した CSG を使用して 防潮堤本体となる堤体を構築します1層3 0ンチごとに CSG 打鉄工を行いますこの工程での品質管理は低圧回数管理のほか現場密度管理を実施しましたそれでは経済比較について説明します CSG 工法による防潮堤と一般的な直立型防潮堤とを比較してみました表は今回の三島海岸で 施工した CSG 防潮堤と現在施工中である気仙沼市の岩崎海岸の直立型防潮堤を比較したものです施工規模や仮設工が異なるため同規模比較となるよう延長1 0 0ルあたりの停滞本体のみの数値で比較しております CSG 防潮堤は工期が3ヶ月工事費1.9億円直立型防潮堤は工期が4.5ヶ月 工事費2億円となり CSG 傍聴堤の方が施工性に優れていることが分かりました次に留意点について説明します今後 CSG 工法にて傍聴堤を施工する際いくつか注意すべき点がありますまず混入物による突出改良機のベルト損傷とその対策についてです本工事で使用した震災火力ならではの問題として 鉄筋の混入が問題になりました被災した季節ご案や住宅基礎などには多くの鉄筋が含まれていたことから、破砕の際に除去する必要がありました。自走式破砕機には磁力選別機がついており、鉄筋を除去する構造になっていましたが、磁力選別機の処理能力を超える量の鉄筋が発生したため、完全な除去には至りませんでした。そのため、母材に残った鉄筋が CSG 製造用の 土質改良機のベルトコンベーヤーのベルトを切断損傷させる事態となり CSG の製造中断が何度か発生しましたそこでマグネット付き圧っ機を用いて事前に鉄筋を除去しさらに選別専用の作業員を配置したことにより CSG 製造時の機械トラブルを回避することができましたまたコンクリート柄を用いた CSG 打設後の 仕上ががりりにも注意すすべき点があります写真左の現場点圧試験ですが仕上がり面に不均一な状態が見受けられました40ミ、mm、リから80ミ、mm、リの比較的大きい流形の CSG 材はセメントペースの付着が十分でなく CSG 材が浮いている状況が散見されましたそこで仕上がりを改善するため CSG を製造直後にダンプトラックへ積み込む際 流度分布に偏りが出ないように、積み込み用バックホで事前に均一攪拌しました。二つ目として csg 打折箇所でブルドーザーによる式鳴らしの際、大流経済が集中するのを解消するため、ブルワークで流動を均一にしてから全体を式鳴らしました。この改善策を実施し、写真右のように緻密な出来栄えへの改善効果を得ることができました。 今回、防潮堤事業の着手にあたり地元のまちづくり検討委員会と長い時間をかけ合意形成を図りながら進めてきましたその一つとして防潮堤がむき出しにならないよう砂で覆い将来海浜植物が繁茂できるようにしてほしいというものです施工した CSG 防潮堤はがれき利用による環境配慮だけでなく本コンクリート全面を砂で複土することにより景観上 ととてもも優れたものとなりましたなお保護コンクリート全面を複度した砂は膨張低基礎のとこぼりの際に発生した砂を利用し毎度種子による緑化を期待しましたまた住民の多くが望んだ自然豊かな砂浜存続のため海浜植物の保護にも努めました町づくり検討委員会と協働し浜にがな弘房麦浜防布など 貴重な海品植物を工事着手前に採取し大屋小学校の方に大屋の子供たちと一緒に移植しました今後、防潮堤前面の砂浜などに移植される予定ですまた、初めて採用した CSG 工法のため日々の出型管理や施工管理そして品質管理をどこまですべきか悩んだところです特に初中の CSG の品質管理は大変苦慮しました 母材の水分が蒸発するため含水量を1時間ごとに測定し水分調整を実施しながら適切な正常を確保しなくてはなりませんでした今回の施工にあたり作成した膨大な資料が今後の指標になるものと期待しています最後に林野庁として初の試みとなった CSG 工法による傍聴堤は令和2年10月をもって無事完成したところです 今後はこの事業の成果が他の地産事業のパイオニア的な存在になることを願うとともに本発表に対し工事を受注した株式会社藤田の担当者の皆様に多大なご協力をいただいたことに感謝を申し上げ発表を終わります。ごご聴ありがとうございました。